はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。静香様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と、河野太郎裁判費用に充てさせてもらいたいと思います。今日からですね、全国3カ所で衆院補選、開始なんですけれども、東京15区飯山あかり候補の政策がこちらにあるんですけれども、こちらのですね、改憲、移民政策是正、LGBT 法改正、再エネ賦課金制度廃止、消費税減税、教科書検定見直しに私は賛同いたします。日本国と日本人の未来のために最も有益なことをおっしゃってる政策を掲げているのが飯山候補だと思います。江東区の有権者の皆様、よろしくお願いいたします。日本国と日本人の未来のためには飯山候補が一番 A と、政策を見て私は判断いたします。講談社フラッシュ、経産省、太陽光パネルは破損した場合でも日の光が当たると発電をする可能性があるため、むやみに近づかないようにご注意ください。能登地震の時に警報を発令いたしました。能登地震で太陽光発電施設が破損、崩落する事故が少なくとも19箇所あった。小池都政が2025年4月から、来年4月から新築住宅太陽光パネル設置義務化で火災の際の危険性が何十倍にもなるのではと危惧されている。地震大国の日本でこのまま建設を進めていいのかと結んでおりまして、これが一番言いたかったことなのかな。フラッシュは世論です。小池は親中利権でズブズブ。小池は中国からいくらもらったんだ。二階に取り入るための中国利権ソーラーパネル義務化したんだわ。再エネ議連とソフトバンクにきっちり責任取らせろ。岸田や川勝と同じで他がダメ候補しかないから小池が立つ。戸建てを断念すればいい話。ポリコレババアは学歴詐称。昼の電気余ってるらしいな。太陽光パネルが熱持って発火するって話だぞ。再エネ賦課金で暴利をむさぼり災害をもたらす太陽光パネル。仙台市青葉区ソーラー施設で火事発生。中国製パネルの内部に熱がこもってですね、発火するんでしょうね、これね。火付け、放火とかでなく、なんかしょっちゅうどっかで燃えてっから、発火するんでしょうね。中国製の電池とか爆発するしね。豊島区議会ではですね、木造住宅密集地をですね、木密地域と呼んで、火災を警戒しておりました。あと、池袋駅の周辺でですね、100平米以下の建物を事実上建て替えできないっていうですね。つまりですね、まあまあビルに湿地間を全部って話なんですけれども、小池のせいでパネル付き戸建てが増えて、どんどん発火、じゃんじゃん火事になればですね、賛成した都議会議員連中も目が覚めるんでしょうか。まあ覚めないとは思いますけれども、小池の一存じゃこれできないですね。議会の過半数が承認しないと。だから半数以上の議員、都議会議員が賛成してこうなっちゃったってわけですよ。学歴詐称疑惑のサイコパス小池百合子は、地球のために太陽光発電なんて考えてないよね。非難合々でも強行したのは、都議会の都議議員と自民公明議員に分け与えても余るぐらいの巨大な金が動くからでしょうね。飯山あかりさんはですね、再エネ賦課金制度廃止を公約にしております。太陽光発電施設新規設置禁止で立ち枯れ待つのもいいかもしれないですね。実はソープランド、新設禁止、新規出店禁止なんですよ。皆さんご存知だったでしょうか。現在営業できている店舗は閉められない。閉めたら二度とできない。そこで権利売買の対象の利権ってなってます。ソープランドの経営権がなんせ新しく出店できないからね。それでいずれなくなるだろう、立ち枯れを狙ったんだろうけどなくならないですね。しぶといね。
太陽光パネルは2、30年の寿命らしいんで、ソープランドのようには長生きしないでしょうね、多分ね。本当は今すぐ全部撤去したいんですけど、重金属が含まれてて国土を汚染する、ほっといても勝手に発火して燃え出したら手がつけられない、100害あって一利なしの太陽光パネルね。しかしあれだな、飯山あかりさんのチラシ、制作はあれですね、よくわかってんなって思いますよ。よくわかってねバカ議員のチラシはですね、 LGBT やら強制やらあんなことが入ってくんですけど、わかってねえんだなこいつは、すぐわかんですけどね。13日に川口市を視察した新藤義孝経済再生担当大臣、外国人と共生をするために相互理解を充実させていく必要があるとスローガンを言いましたけれども、クルド人が日本人に合わせればいいじゃねえかって非難ごうごうなっておりました。世論です。イヤドス、多文化共生やめろ、外国人が日本人に合わせろや、クルド人が日本人を理解しろよ、そもそもクルド人側が共生しようとしてない、自民党本部に済ましてやれよ、なんで受け入れないって選択肢がないんで、なんで強制が必要なのか説明しろ、犯罪を犯したら即刻強制送還、強制なんてのはこれを実現できてから、共存はまず日本にいる外国人に言え、反社と仲良くしろとか言い出した、日本人死ねっつって強制を拒否した連中と強制はできねえよ、向こうから拒否してんだからさ、なんでこっちが連中に合わせなくちゃならないんですか、イスラム教は他と共生無理やで、無理、自分ら以外ですね全部邪気をとみなして敵視してんで、世界中でトラブルになってんでしょうが、それにイスラム教はですね、ムハンマドを率いる軍団の軍旗が元なんだから、民主主義国家に馴染むのが無理なんですよ。最初から民主的な 軍旗なんてありえないでしょ、ありえんでしょ、民主的なルール、民主的な軍旗なんてありえねえね。新藤さんもバゲの皮剥がれましたよね。ああ、分かってねえんだな、この人は本当は。安倍総理のおまけでですね、米国議会に行ったぐらいがピークですね。日本国と日本人の未来のためにっていう信念がねえし、考えも浅いし、知識もねえから、こうなんですよね。入管の求めで犯罪を犯したり、犯罪を犯したり、税金を滞納した永住者の永住資格取り消しが入管の求めで開始されます。入管が何とかしてよ、泣きついたみたい。 NPO 法人移住者と連帯する全国ネットワーク出たよ、連帯、もうこの言葉聞くとピンときちゃうんですね、どういう属性なのかが、永住者に対する新たな在留資格取り消し制度の導入に反対する声明を発表、そんなの差別ですっていうことらしいんですけれども、世論です。誰でもホイホイ入れるから、逆になんで税金納めないのに永住できると思ったの、微罪でも国外退去、それが当たり前、どの外国人も公平に等しく扱おう、戸惑う方がおかしいだろうが、投資しろとか億超えの資産とか厳しい国あんのにハードル低すぎ、不良外国人を追い出してください、むしろ今までそんなことがなんで許されていたのか、納税して犯罪しなきゃいい話なのに何騒いでんだこいつら、まるで納税する気ないです、犯罪する気満々ですって言ってるようなもんでないの、これスパイ防止法に反対するスパイ同然で自ら正体表してんだねえのこれ、共謀罪の時にですね、福島みずほがギャオギャオ言っててですね、共謀しなげりゃいいじゃんって突っ込まれてたのを思い出しますね。ギャオギャオ言うやつや団体にはですね、納税して犯罪しなげりゃいいじゃんって言い返してやりましょうね。今までは一度与えた永住資格が取り消されることはほぼなかった、懲役7年以上の重罪を犯した者は資格取り消し強制送還となっていましたが、実例数件程度でほぼなかった、それがですね、懲役1年以下でも素行不良と判断されれば永住資格取り消しということになりまして、横の国の特別永住者の資格剥奪を皆さんは最も期待しているはずですがそいつら朝鮮戦争難民って属性が追加されてんで残念ですが現状難しいかもしれないです、難民認定で
特別に永住資格ってことなの、北朝鮮か韓国どっちか滅びてね、朝鮮戦争終結になれば取り消せるんですけどね、北も南もへたれて戦争やる気も力もないからどうしようもないですね現状、お前ら何十年休戦してんだって怒鳴りつけてやりたいですよ。3年前にクーデターが起きた、起きて権力を握った軍による軍政となったミャンマーで徴兵制度開始、在日ミャンマー人たちが松戸市や練馬区、名古屋市、大阪市など40議会に徴兵逃れのミャンマー人を受け入れて、陳情提出だそうであります。世論です。それはちょっと違うんじゃないの、知らんがな、いやどす、なんで日本で内政干渉しろってか、自分の国のために戦えよ、日本は全く関係ないな、外国人が政治活動すんなよと、自国の義務を果たさずに兵役逃れしたいい卑怯な連中を受け入れると外国人が議会に要求しているわけだが、それ何の得もないですよね、だってお前ら有権者じゃないじゃん、中国人みたいにですねパーケンシコ玉買ってくれるわけでもねえしね、得がないどころかそんな内政干渉は外でしかない、ミャンマー政権と今の政権と敵対しちゃえる、甘ったれんなよってこの野郎、日本人は一生懸命ですよ、少なくとも私はですね自国を逃げ出すような連中にはめちゃくちゃ冷たいし軽蔑してるからね、徴兵が嫌なら頑張って今の軍事政権倒せばいいじゃん、どうせ日本を混乱させたいパヨに入れ知恵されて左岸に陳情出してんだろうけど、外国の日本を頼んない甘えんない、そもそも今日の単身です。岸田総理がバイデン大統領に手土産にした輪島塗りに注目が集まり、世界中から注文殺到、2年待ちの状態に、これは岸田総理功績ですね、総理の顔を思い浮かべると虫唾が走りますけれども、それとこれとは別です。外国人観光客のインバウンドで百貨店好調、高島屋は過去最高益を叩き出すと、デパート好調でも庶民には関係ないが回り回って景気が良くなることを期待してね、掲示板パヨとゴモのニラニラが気持ちよかった、心地よいです、目と耳から出血している勢いで文句をせっせと書いて投稿しておりました。日本製なら何でも欲しいっていうですねパックスジャポニカ実現に向けてですね、世界中に見本が行き渡るようにしばらく円安が続くといいですね、日本が文化的に世界を征服する、パックスジャポニカ、大阪市のボイストレーナー男40歳、生徒の20代男性の股間をまさぐり書類送検、歌唱力が上昇するためには必要だと生徒に言ったらしい。なんでだよ。だったら歌うまい男の人全員これやってるのかって話なんですよね。これはちょっと政治とは関係ないんだけど言い訳がおかしくて紹介してしまいました。というわけで江東区の有権者の皆様、飯山あかり候補をよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。